HD collection. Two millenniums ago, there was a war between the human world and the other, the underworld. But somebody from the underworld woke up to justice and stood up against this legion alone. His name was Sparta. Later, he quietly reigned the human world and continued to preserve harmony until his death. He became a legend. The legendary Dark Knight, Sparta. Devil May Cry. Sorry, we closed at 9. Again, no password. I can't seem to get any real business. Whoa, slow down, babe. Well, well, what do we have here? Nature calls? It's in the back. So, you must be the handyman who'll take any dirty job. Am I correct? Almost. I only take special jobs, if you know what I mean. You're the man who lost a mother and a brother to evil 20 years ago. The son of the legendary Dark Knight Sparta, Mr. Dante. Well, the way I figure it, in this business a lot of you are kind. And if I kill each one that comes, eventually I should hit the jackpot sooner or later. In that case, you should be used to this sort of thing. Are you really the son of the legendary Dark Knight Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Time to go to work, guys. No. Even as a child, I had powers. There's demonic blood in me. What strength? You were the first one to know about my vengeance. Looks like I'm getting closer. It seems that way, but I'm not your enemy. My name is Trish. I came here to seek your help, to put an end to the underworld. What? Twenty years ago, Mundus, the Emperor of the Underworld, resurrected. Mundus? Yes. His powers were sealed by Sparta. He's attempting to gain control of the human world once again. He has been preparing to open the gate on Malay Island. The castle is above this cliff. Come on, let's go!
はい、どうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回はですね、デビルメイクライやっていきたいと思います。で、こちらはですね PS4 の、リマスター版になっているわけなんですけど、僕はね一応デビルメイクライは、前作やっています。もうすぐね発売される5以外は、全部やっているんですけども、この1だけはね本当にもう小学校低学年とかで、1度か2度ノーマルモードクリアしてやめているんで、ちょっとね1やってみたいなと、まあ、大人になってね、やってみたいなと思ってね、今回動画で始めてみました。よろしくお願いします。1は雰囲気がねちょっとホラーテイストなんですよね。アングルが相変わらず悪い。なんだ、ちょっと待ってね、操作方法を思い出す。ああそっか、挑発がここね。あれ、こうビョーンってジャンプするのってやったんだっけ。スティンガーもできないのか。あれ、ブルーオーブ欲しいね。あの先のね。まだいけないのかな。いけた。かけら。このブルーオーブのかけらが4つだけ集まると、体力のね上限が増えます。確かオーブ集め、とりあえずねデビルメイクライ最初は技を覚えるためにね、そして部屋の扉を開けるためにレッドオーブをね集めていくみたいな感じだったと思うんだけど、ちょっとね操作感が久々すぎて慣れないんですが、あーこれ上あれか、天井あんのね。で扉、15個か。全然ないな。封じられている。あれ、こんな集めるの大変だっけか。上にあるね。懐かしいなぁ、このなんかゴシック感っていうのは本当にワンの独特な雰囲気ですよね。もともとバイオハザード4のプロトタイプから始まってこのゲームにね、制作していくことになったらしいんですよね。そのバイオ4のプロトタイプがアクション性が強すぎちゃったので、もう別のゲームでいいんじゃないかという感じでこれになったらしいんですけど、まあ、そのせいかちょっとこう怖いね雰囲気もありますけども、あなるほどね、ちょうど45個置いてある感じなんだね。3とかだったらね、結構、まあ、もうちょいサクサクできると思うんですけど、1はね、本当に難しかったような記憶があるんで、これ壊せるかな？おお。
でもね、壊していってオーブを集めましょう。フォースエッジ早くね、アラストルに切り替えたいとこなんですけど、はい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 、これどうやって飛ばせるの。ワンはあれなんですね、この段差のとこでバツボタンを押すと捕まってくれるんですね、壁に。小さい頃は割とこいつらが怖かった。これで難易度何だろう、ノーマルかな。あ、そうか、スティンガーできないんだっけ、ずっとやろうとしてた。よーし、こいつもか。おお、デビルメイクライって感じだな。一応ね、動画の方は1ミッションずつとかじゃなくて、まあ大体15分とか、キリがいい時に切ろうかなみたいな感じでやっていこうと思うんですけど、ムービーとか入るとね、どうしても長くなっちゃうんだよね。あー、やべ、やった。でもここでオーブを稼いでいくのがいいかもな。これはもうちっちゃい頃すごいびっくりしたんですよね。剣で切り上げて銃でこう浮かせるみたいな、そんなアクションのゲーム当時は本当に見たことなくて、このゲーム欲しいなと思ったんですよね。でこう親に言ったら2をね、2がちょうどだから出たばっかの頃とかで、2をねなんかタンプレかなんかで買ってもらったんですよね。で、2を散々やった後に、1を1回だけやって、で、怖くて1回しかやらなかったんですけど。で、これってサイドロール、あ、できるよね。まあ、1回しかやらなかったはちょっと言い過ぎかな。2、3回やってると思うんだけど、本当にね、3とか4とかはめちゃくちゃやったんだけどな。てかあれだな、オーブ稼ぎはいいけど、あれかもな、こういう、なんだっけ、クリアするときに、タイムもランクの評価につながってくるんだよね。だとしたらちょっと、もうそろそろ引き上げようか。おお、なんだ、まあ一応見てくれている方にね、ちょっとこうアクションとかもお見せしながら、まあ、S とか撮るのはね、またその動画じゃない時にね、プライベートでやろうかなと思います。
オーブがあったぞ、ブルーオーブが。このね、アングルの悪さがまたデビュー目なんだよな。壊せないか。すごいコントローラーの振動が。これって倒せないのかな。早くスキンが欲しいな。なんだこれ。あー、これか。あったな、そういえば。おー、いいなー。なんかこのマリオネットかっこいいですよね、ちょっと。かっこいいよな。全体的に渋いですよね。ん？え、ここは何だったんだろう。来る必要なかったのかな。単にオーブを稼ぐためだけの場所だったかも。デビルトリガーもできないのでね。早くアラストルに認められて串刺しになりたいところですが。うおー、結構あれだな、直感的に動かないね。ん、これをなんだこれ。あ、全員倒してどうぞみたいな。あー、そういう感じか。で終わりかな。おお、ちょっとあれだね、タイムやばいね。12分は C とか B か。結構ね、そのランクによって確かボーナス、このもらえるオーブのボーナスが変わってくるんですけども、ちょっと今回やはり手こずりましたね、すいません。これはシステムはどうなってんだろう。セーブしましょう。あ、このセーブ画面とかももうほとんど変わらない感じなんだね。ネクストミッション。あー、で、1は相変わらず行かないのか。オプションの。オプションじゃねえや。なんていうのかな。メインメニューみたいなとこには、行かない感じか。ちょっと待って、全く操作がわからん。エグジット、マップ、ウェポン、アクション。ん？あー、ここで戻るのか。リセット、よし。はい。ではね、今回は、ここで終わりたいと思います。デビルメイクライ1やってみましたがね、続きもまた、ポン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 動画上げれるときに上げていきたいと思います。
よろしくお願いします。では、ここまで見てくださってありがとうございます。次回もよろしくお願いします。バイ。